その中に見てますよ、さっき。その中に見て、意外と5時台は見てたら、ご飯食った後の、そうそう、時間帯っていうと、やっぱ7時台でした。で、もう、あれだろ、ダラッダラのドラゴンボール Z だよ。ですよね。いつまでかこの戦闘始まるのにっていう。引き伸ばすないですか、引き伸ばすないですか、それを。そっか、そうそうそう。ドラゴンボール Z かなぁ。あれだな、ノルタンクを取らんの、あっから1時台からだね、近代人の少年が取らんのか。まあ、あと、こっち金もあったはずね。こっち、ああ、そうだね、こっち金もあったな。あの人こっち金。リンバルトじゃん、サザエさん、こっち金、ジテレビ。確か、フジテレビでやった。ワンピース。ワンピース？何やった？あ、そうだね。普通パターンとはじめワンピースがあるんだ。今のためにワンピースもね、あ、そうそうそう、もともとは、あれかな。朝になって、俺は見るところなんだけど。何するの？俺、トムスタンタ起きてるんですか？起きてないか、普通に。え、あれ、何時代だ？ 9 時代とか？朝になってますよ。とか、普通にさ、部活動とかだったから。何？カメラカー的な話で、はい、ロッツさんを敵から追っかける感じで振り返ってお嬢さんが、ああ、それでもいいよ。カメラの時は後で逆にできますよ。ああ、いいよ。確かに、それさ、無機的にあんま意味ないからね。うん、だからそうか、一回あれだよ、ちゃんと止めて、はい、あのカメラの方を止めて、通過させて、一回終わらせて、みたいな。2人のカラビでさ、あと、クロマス関係の中でも、日本に追加するかもしれない。場合によっては。